16分キック、16分キック、16もキックはプロレス技の一種であり、蹴り技に分類される。この名称は日本人レスラーで最初にこの技を必殺技としたジャイアント馬場が使用した時にのみ適用され、一般的にはハイキック、ただし横から蹴る本来のハイキックと区別するため、フロントハイキックとも呼ばれると言われる。アメリカ合衆国などではビッグブート、ビッグブーツとも呼ばれるという名称で呼ばれる。カウンターで使用された場合は、カウンターキックとも呼ばれる。ロープにスローイングした相手や、相手が走って向かってきたところに合わせて、片足を大きく上げ顔面に打ちつける。馬場の利き足は右足だが、左足を高く上げて蹴る。理由は、野球選手、投手出身である馬場の、右投げの投球フォームが元になっており、とっさにキックを出したら、自然と左足で蹴っていたと語っている。たまに右足で蹴ることもあったという。主にカウンターで用いられ、全盛期では、この技でホールを奪えるほどの威力を誇った。他にも、至近距離から出したり、自身が走り込んで繰り出すこともあった。後年には、ただ突っ立って反動で戻ってくる相手に足を当てているだけというような揶揄も生まれたが、実際のところ馬場のようにまっすぐに立った状態で片足を高く上げて相手を蹴るのは難しい。馬場とタッグを組んでいた時代の坂口誠二も馬場と同様のキックをよく言っていたが、腰が曲がり足もまっすぐ伸びていない場合が多かった。もっとも馬場も最晩年になり、体力の衰えが顕著になると、コーナーやロープにもたれかかった状態で仕掛けることが多くなった。ビル・ロビンソンとブルーザー・ブロディはロープから戻ってくるときに馬場の足をキャッチして16分キックを防いだことがある。この16分キックは馬場がアメリカで修行していた頃、スカル・マーフィーからアドバイスを受けて身につけたと言われる。日本での技の呼び名は馬場の足のサイズに由来する。ジャイアント馬場の靴のサイズはアメリカのサイズ規格の16号に相当した。当時の新聞記者が、この数字を昔の日本の靴などの大きさを示すもんと間違えて表記したことから16分キックと呼ばれるようになった。なお、1分は約 2.4 センチメートルである。これから計算すると16分は約 38.4 センチメートルになる。実際の馬場の足の大きさは32センチメートル前後であったため、実際は約14分ということになる。日本国内のプロレスラーで馬場と並ぶような足の大きな選手は他におらず、都合16分キックは馬場のみが使う技となり、他の選手が使用した場合、後述する同型技の項目で挙げられた技名が用いれる、日本国内での馬場の代名詞ともなった。例として、馬場が全日本プロレス中継で解説を務めた時に、16分解説と称されるなど、国内ではこの名称で使用されることが多く、単にハイキックと呼ばれることも多い。ただし、横方向から蹴りつける一般的なハイキックとは、フォーム、効果が異なる。ビッグブート、ビッグブーツキック、ビッグブートキックとも、高山義弘、ケビン・ナッシュ、テスト等が使用。国内では、長身の選手が繰り出したら、この名称を使ったりする。ブロディキック、長獣キックとも、ブルーザー・ブロディのビッグブーツはこう呼ばれた。厳密には、馬場やアンドレのキックとは、蹴る時の動きが違う。現代では、プロフェッショナルレスリングワラビーの矢野啓太が使用。ジャンボ・鶴田の使用する、フロントハイキック。救命15分キック。川田俊明の使用する助走をつけての顔面へのフロントハイキック。川田が得意とする各種顔面蹴りの一つで、序盤の小技、つなぎ技、流れを変える技などとして幅広く使用される。アンドレ・ザ・ジャイアントが馬場より足が大きいということで、アンドレのビッグブーツがこう呼ばれることがあった。古舘伊知郎は実況でこの技を人間エグゾセミサイルと形容している。アーニー・ラットのビッグブートはこう呼ばれた。アントニオ猪木からピンホールを奪ったこともあるラットの必殺技。カウンターキックとも、走ってくる相手に対するカウンターとして使用した場合にこの名で呼ばれることがある。ヤクザキックとも呼ばれる。蝶野正洋が使うフロントからのキック。助走をつけて、自らの膝を曲げたままの状態で片足を前方へ突き出し、相手の顔面を足の裏のかかと付近で擦りつけるように打つの特徴。見た目が映画などでヤクザが使う蹴りに似ていたので、ヤクザキックと命名されたが、テレビや雑誌等で、ヤクザという名はコードに引っかかるなど、不適切なため、ヤクザイコール喧嘩のイメージから、喧嘩キックと解消された。なお、前述以外のメディアでは、ヤクザキックと呼称される場合もある。蝶野は派生技として、シャイニングウィザードと組み合わせた、シャイニング喧嘩キック、望月茂明は、ジャンピング式で、相手が1回転するほどの勢いで蹴り飛ばす、スーパー喧嘩キック、土井茂樹は尻餅をついた相手を低空で蹴り飛ばす、バカタレスライディングキックを使用している。ダイナミックキック、大開脚キックとも、田上彰の助走をつけて大きくジャンプしての、フロントハイキック、コーナー最上段からのダイビング式もある。また、通常型のフロントハイキックもこの名称で呼ばれることがある。ロマン・レインズは、相手の頭部をリング内からエプロンに突き出るように据え置き、自らは場外に降りて、リングサイドを助走しジャンプしながら、フロントハイキックを見舞う。自身は、リングのエプロンに尻餅をついて着地するタイプを使用する。日本語では二段蹴りとも呼ばれ、相手に向かって走り込み、一度蹴り足とは逆の足を振り上げ、その直後に素早くその足を引く動作と同時に、蹴り足で地面を蹴り、ジャンプして相手の顔面にキックを叩き込む技である。使い手としては、ビル・アーウィン、スティーブ・ブラックマン、天才、戸澤明などがいる。WWE のシェーマスは、ブログキックの名称で使用。ジャンボ・鶴田とのタッグでの合体ビッグブーツ。もともと、鶴田は、馬場とタッグを組む場合だけに、あくまでお付き合い技としてのフロントハイキックを打つ場合が多かったが、後に、シングル戦においてもつなぎ技として多用するようになった。それは当初馬場に一分遠慮して15分キックと呼ばれていた。なお、馬場は坂口誠二とのタッグチーム、東京タワーズでも同様の技を出していた。ジャイアント馬場が使うドロップキックを指す。32分ロケット砲と言われることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。